ウィリアム・ロビンソン・ブラウンは、アメリカ合衆国ニューハンプシャー州バーリン市にあった、ブラウン・カンパニーの会社経営者である。馬のブリーダーとしても有名であり、メインズ・ボロスタッドの設立者かつ所有者であり、アラブ・種馬の権威だった。マサチューセッツ州のウィリアムズ大学を卒業した後、当時は、バーリン・ミルズ社と呼ばれた一家の会社に入り、木材部門マネージャーになり、会社の山林と伐採を監督した。 持続可能な森林管理を早くから提唱したものであり、1909年から1952年までニューハンプシャー州林業委員会の委員を務め、林業関連組織いくつかの理事も務めた。林業委員会の議長として、第一次世界大戦の時は戦争遂行を支援するために製材機をヨーロッパに送った。進歩主義運動の影響を受けて、 現代の労働者災害保障保険法を成立以前に会社が負傷した労働者の面倒を見るなど従業員の福祉を制度化した。共和党員として1924年にはニューハンプシャー州の大統領選挙人を務めた。ブラウンは1912年にアメリカでは著名なアラブタネウマのブリーダー数人から純血種を得てメンズボロスタッドを設立した。 他にも海外に目を向けて、特にイギリスのクラベットアラビアンスタットから馬を探し、イングランド、フランス、エジプトからアラブタネ馬を輸入した。その最盛期にはアメリカ国内では最大のアラブタネ馬育種を行っていた。1929年、砂漠の馬を表しており、これは現在でもアラブタネ馬に関する権威ある作品だとみなされている。 1918年から1939年までアメリカアラブ種馬クラブの会長を務めた。ブラウンは交代馬エージェントであり、アメリカ陸軍交代馬サービスがアラブ種馬を使うことを促進することに特別の興味を持っていた。アラブ種馬の能力を証明するために300マイルまでの耐久レースを組織して参加し、持ち馬が3度優勝してアメリカ交代馬サービスカップを持ち帰った。 この成果は、ジョッキークラブが、アメリカ陸軍に5万ドルを寄付して、サラブレット種馬を買わせた時でも、アラブ種馬には勝てなかったことで得られた。ブラウンの馬ブリーダーとしての遺産は重要である。今日、CMK という言葉は、クラベット、メインズボロ、ケロックを意味し、国内すなわち、アメリカ育成のアラブ種馬の決闘に対する、印であり、その多くが、 ブラウンの育種計画の中から出た子孫である。2012年、バーリム市、高圧軍歴史協会がスタッド設立から100周年を祝った。ブラウン家は世界恐慌の時代にブラウンカンパニーの経営を維持するために個人資産を売却した。その中には1933年にアラブタネウマの群れを処分したことも含まれていたが、会社は1934年に 完在人の管理下に入った。ブラウンは会社が1941年に2回目の破産を申請した時まで製材部門の管理に止まっていた。ブラウンは1943年に会社を退職し、1955年にガンで死んだ。著作、我々の森林遺産が死後出版され、林業に関する革新手段が林業の標準になった。 ウィリアム・ロビンソン・ブラウンは1875年にメイン州ポートランドで生まれた。父はウィリアム・ウェントワース・ブラウン、母はエミリー・ジェンキンスだった。この夫婦に生まれた3人の息子の一番下だった。兄弟はすべて熱心な馬の飼育者だった。衣服の弟2人もいた。フィリップス・アカデミー・アンド・オーバー校、その後はウィリアムズ大学に通い、1897年に 卒業した。カッパアルファ UI 会の会員となり、ウィリアム大学の時は、フットボールと野球チームの監督も行った。1915年、ジョン B ・ゴードンの娘、ヒルドレス・バートン・スミスと結婚した。ゴードンは、元ジョージア州知事、アメリカ合衆国上院議員、アメリカ連合国の将軍だった。ブラウン夫妻には、フィールディング、ニューウェール、ブレントン、ナンシー、 フランシスの5人の子供が生まれた。ブラウンは1946年までニューハンプシャー・シューバーリンで暮らし、その後はダブリンに移った。長く病気を患った後に、1955年8月4日にガンで死んだ。ダブリン墓地に埋葬された。妻と5人の成長した子供が残り、さらには15人の孫が生まれた。ブラウン家はウィリアムズ大学との関係が強かった。 ブラウンと二人の兄ハーバートとオートンをウィリアムズ大学で学び、息子のフィールディングやブレントンも同様だった。フィールディングはプリンストン大学で修士号も取得し、物理学教授チャールズ・エル・マクミランが画家と彫刻家になるために辞職する前にウィリアムズ大学に戻った。娘のフランシスはノーベル物理学賞を受賞した物理学者チャールズ・エイチ・タウンズと結婚し、 科学者の妻の災難と題する自助伝を表した。ニューウェルはプリンストン大学を卒業し、ドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領の政権では、アメリカ合衆国労働省の賃金、時間管理官を務めた。ブラウンは政治的には共和党を支持し、1924年にはニューハンプシャー州の大統領選挙人を務め、カルビン・クーリッチに投票した。ブラウンは、 ブラウンカンパニーの製材部門を40年以上監督した H ウィンスローカンパニー。後のバーリン・ビルズ社は1853年頃に設立され、ブラウンの父が1868年に株の一部を購入した。1881年、会社は製材業からパルプ製紙業に拡大した。ブラウンの父は1888年までに会社の支配権を獲得し、 1907年には上の二人の息子と共に全所有権を得た。会社名は1917年にブラウン・カンパニーに変えた。折から第一次世界大戦の最中であり、紛争相手国ドイツを想起させるバーリンを外した。ブラウンは大学を卒業した1897年に会社の経営に加わった。その父はネズミを捕まえられない子供は欲しくないと宣言し、 ブラウンには家族の支援なしに仕事を見つけさせた。その結果、メイン州ポートランド市で会社の材木を売ることから仕事を始め、週休9ドルで働いた。その後は昇進してバーリンに戻り、2回目の昇進で製材所の夜間監督になった。この地位にある時に冬に蒸気排気を使って池を温め、解凍して木材を洗い、 材木生産速度を上げる方法を開発した。次に、昼間の監督に昇進し、1900年9月8日には、11時間シフトで、ワンヘッドリグの労働者仲間により、木材を切断して22万1319、ボードフィートを製材するという世界記録を打ち立てることに成功し、その記録は85年間破られなかった。この出来事の後、父に、 子供たちの一人として資格をもらったと宣言した。この記録を出した日には町にいなかった父は、その結果を調べ、実際に得意先に出荷された木材の量を質問し、うん、それならいいとコメントした。1902年、父はブラウンを製材部門の総合マネージャーに昇進させた。ブラウンは会社の役員となり、1943年まで製材部門の支配人として、 会社の参議院を監督した。ブラウンが会社に入った時、会社は40万エーカーの土地を持っていた。その最盛期には、会社が所有し、ブラウンが監督する土地は375万エーカーとなり、伐採場が40箇所、内陸輸送船は30席以上あった。キコリは材木の運び出しのための馬を少なくとも2500頭持っていた。会社は鉄道を所有し、 貨車は800両以上あった。ブラウン家は後に進歩的で時代の先端を行くと表現され木材生産について革新的アイディアや科学的な森林管理法を持っていた。ブラウンが在職した間に森林管理に関する近代的手法を始めた会社の一つとなり将来の産業利用のために森林を保護する試みも始めた。 ブラウンは特に移動式の小切りによって生じる損傷に批判的だった。ブラウンは当時のパルプ工場が地元で切れる材木に依存することを理解し、この産業にとって持続可能な方法が重要であるという結論を出した。アメリカ合衆国林野庁から採用した会社の森林監督官オースティン・キャリーが提唱する持続可能な森林管理法を実行した。1919年、 カプサプティック湖の北岸で苗木育病法を作り、持続する生産技術を研究し、その最盛期には国内最大の育病法となった。森林管理におけるその革新的方法は林業の標準になった。プリマス州立カレッジの研究者がブラウンカンパニーを科学的研究開発の資源として国際的に結出した存在にしたと結論づけた。 ブラウンはその事業に適用されるものとして、進歩主義運動の影響を受けた。労働者には、水準以上の賃金を支払い、安全確保計画を作り、キャンプでは、ヒコリのために医者を雇い、現代の労働者災害保障保険法を成立以前に、会社が負傷した労働者の治療費用を見た。労働者のキャンプでは、カードゲームを禁止し、ヒコリたちにシャワーを使うことを求めて、 条件の改善を試みもしたが、それら特定の改革はうまく受け入れられなかったとされる。ブラウン家はバーリン氏にかなりの関わり方をしていた。家族の様々なメンバーが公立の幼稚園をはじめ、ジム、水泳プール、ボーリング場のあるクラブを建設し、病人にはスープを与え、地元の子供たちにはクリスマスプレゼントを贈った。 ブラウン自身は1901年に設立したニューハンプシャー州森林保護のための協会、1910年に設立した防火組織のニューハンプシャー州山林所有者協会、メイン州やバーモント州における同様な防火組織など、多くの公的及び事業に関わる自助団体の設立に寄与した。一連の山火事見張り章を設置したのはおそらく、 国内でも初のことであり、1917年までに山火事保険会社の設立に貢献した。1909年、ニューハンプシャー州林野町の設立を規定する法の起草に貢献した後、ニューハンプシャー州林業委員会の委員になった。1910年から1952年まで、その委員長を務め、州の林業手法や法の形成に少なからぬ役割を果たした。 ブラウンはまた、アメリカ林業協会やアメリカ林業家協会、カナダパルプ製紙業協会、林業研究委員会など業界団体の理事も務めた。1926年にローマで開催された第一回世界林業会議では、アメリカ合衆国の代表になった。第一次世界大戦中、ニューイングランド林業委員会の委員長という職にあったブラウンは、 軍需作業委員会と共20台の製材機を海外に送った。この機械はスコットランドに送られ、イギリスの木材需要に合わせられた。フランスでの戦争遂行のために毎月7300万ボードフィート以上を製材する必要があり、ブラウンはそこでの製材作業を監督する大手として注文を受けたが、ブラウンはこの時固めの視力を失いかけていたために、フランスでの奉仕ができなかった。 世界恐慌がブラウンカンパニーに大きな影響を与えた。当時のバーリン氏は人口約2万人であり、大半はブラウン社で働くか、その従業員の家族にサービスを提供していた。ブラウン家は1920年代に事業拡大のために多額の借金をしており、その従業員に言わせれば無頓着に過剰な楽観主義になっていたとされている。 一家の援護主義も欠点になっていた。この会社の製品に対する需要が減り、運転資金を得るために短期ローンを借りることを強いられ、1931年までに国際的な金融情勢が会社の再建の価値を大きく下げることになった。その結果、1931年から1932年の冬に、ブラウンカンパニーは製材業のために必要な資金を 取得できなくなった。毎冬材木の切り出しのために通常4000人ないし5000人の木こりを雇用する必要があった。ブラウン家のメンバーは会社の支払い能力を保つために個人資産を売却した。ブラウンはそのアラブタネウマの群れ全体を手放した。1933年、バーリン市及びニューハンプシャー州と協業的資金計画を交渉し、州議会に批准された上で、 生材作業の資金を手当てし、バーリン住民の雇用を維持した。それでも会社は1934年に、関財人の監督下に入り、1935年に破産を宣告された。裁判所が指名した経営者が入ったが、ブラウンは、生材部門の長であり続けた。ブラウンとのバーリン氏との合意は1941年まで継続したが、この年、 会社は再度破産を宣告された。最終的に、ブラウン家は会社の取締役会で重要な役割を持たなくなり、外部投資家に売却された。ブラウンは公式には1943年に会社を退職したが、兄のオートンビショップは1960年まで取締役会に泊まっていた。アラブタネウマにまたがった、ブラウン。1919年ブラウンは1910年に、 最初のアラブ種馬を購入し、1912年にバーリン近くにメンズボロスタッドを設立した。この農園は地域で初めにあった開拓地メンズボロにちなんだ命名であり、グレート・ノースリージョンとも呼ばれるホワイト産地に位置していた。主たる種馬の旧舎は最初の場所からは移されたが、バーリン市と高圧軍歴史協会が保存して修復しており、 ブラウンカンパニーの駅場の旧車も回収している。2012年9月15日、教会はメインズボロスタッド開設から100周年を祝った。メインズボロはその最盛期には国内最大のアラブタネ馬農場だった。1919年、ブラウンは88頭の馬を所有しており、ニューハンプシャー州のこの農園をおもとし、他にアイオワ州デコラやワイオミング州コーディにも所有していた。 194頭の馬のブリーダーとして認証されており、アラブ種では最も知識があるブリーダーであり、権威であると知られるようになった。1918年から1939年までアメリカアラブ種馬クラブの会長を務めた。この団体は現在アラブ種馬協会の一部になっている。ブラウンがメインズボロを作った時、当時のアメリカ合衆国にいる。 純血アラブ種馬ほとんどすべての血統を研究した。アラブ種馬は実際には馬の中で異なる小分類にあると考えた。これは昔は普及した理論だが、当時は否定されていた。アラブ種は砂漠で開発されたとしても、ニューイングランドの厳しい冬に適応できることが分かった。ブラウンはメインズボロを始めた時に、 イングランドのクラベットアラビアンスタッドが養育したアラブ種馬であるアブザイドを購入していた長兄のハーバートから種ボバをもらっていた。アブザイドはその有名な種馬メソードの最良の息子と考えられた。1912年、ハーバートがホーマーダベンポートの死後にダベンポートの農場から種馬を取得していた。メインズボロスタッドはダベンポートの農園から10頭の牝馬も取得していた。 ブラウンは、アブザイドをアラブ種馬の理想的な代表と考え、それが死んだ時には、アメリカ自然史博物館にその骨格を寄付したくらいだった。その他に、ブラウンが購入した馬は、マサチューセッツ州のスペンサー・ボーデンのインターラチェン、農園で飼っていた馬の大半があった。ボーデンはその馬群を処分すると決めていた。これらの馬の中には、アメリカ合衆国でも、最初期に、 純血アラブ種馬を飼育したものである、ランドルフ・ハンティントンの馬の子孫が含まれていた。ブラウンは、馬術、アラブ文化、アラブ種馬に関する暴言の膨大な図書、収集品も取得した。その中には8世紀のフルシーヤの原稿も入っていた。このような出発をした後で、海外の血統に目を向け、最終的に33頭の馬を輸入した。アブザイド、 メインズボロの種ボバアメリカの多くのブリーダーがクラベットアラビアンスタッドから馬を購入していた。ブランがメインズボロを設立した当時はアンブラントとウィルフリットスコーエンブラントが所有していた。1900年代初期にはブラント家に混乱があったこともあってアメリカのブリーダーはクラベットの最良のアラブ種馬を購入できた。1906年ブラント夫妻が別居し、 1917年には、ブラント夫人が死去した後、ブラントの娘、ジュディス・ウェントワースが、クラベットの土地や馬について、ウィリフリットとの敵意のある広範な闘争に巻き込まれた。ウィリフリットは、債権者をなだめる必要があり、1918年に、クラベットの馬の多くを国際的なバイヤーに、低価格で売却した。ブラウンは1918年にクラベットの馬18頭を購入し、 その理由はわからないが、メインズボロに到着したのは17頭だけだった。ブラウンはその全体で2727 27ポンドを払った。この時購入した中で最も重要なのは、よく知られたを馬であるバークであり、アメリカで小馬4頭に種付けしただけで死んだ。これは、ウィリフリットの行動ゆえに比べっとに、最良の種ボバを買い戻そうとしていた、ジュディス・ウェントワースにとって、 大いに困惑させられることとなった。ブランは1923年にもクラベット養育の馬2頭を購入したが、直接ウェントワースからではなかった。ブランがメインズボロで飼育した馬の中で最も著名なクラベット飼育のものは1909年にアメリカに来たアストラルドだった。この馬はウィリフリット・ブラントがマサチューセッツ州のバイヤーに売ったものだったが、 ニューイングランドでわずか2頭の子馬を産ませた後に、補充場に売られ、西に運ばれ、オレゴン州でわびしく暮らし、そこでは純血の子孫を生み出していなかった。アストラルドは、最終的に1923年に、ブラウンが取得し、列車でこの年より馬を、アイダホ州から、ニューハンプシャー州まで運ばせた。アストラルドは、メインズボロで子馬を1頭産ませただけだったが、 アメリカで飼育された息子たちの中にはグラストラがいた。ブラウンは1921年にアメリカ陸軍交代バサービスと共にヨーロッパに旅し、オーストリア、フランス、ハンガリーで多くの牧場を訪れた。キトにはクラベットでベントワースとあったが馬は買わなかった。1921年と1922年にフランスからアラブシ品バスー島を輸入した。 これはフランスが優秀な騎兵用馬を生産しているという評判があったことも影響していた。1929年、ブラウンはアラブ種の専門家、カール・ラスワンと共に砂漠サンバを求めてエジプトとシリアに旅した。ブラウンの妻によれば、この二人は仲がうまく行かず、その旅の間に購入した5頭の馬もアメリカに渡ることはなかった。この旅の後、ブラウンは、 砂漠の馬を表しており、現在でもアラブ種馬について書かれた最良の作品だと見なされている。1932年、その牧場のマネージャーであるジャック・ハンフリーをエジプトに送り、モハメド・アリ王子から種ボバ2頭とヒンバ4頭を購入させた。この王子は馬の飼育者活学者として知られ、アラブ種馬を育成するための2巻の論文を出版していた。 この時購入したヒン馬2頭はマールウサの娘であり、ブラウンは今まで見た中で最も美しいヒン馬と表現していた。タネボバは競馬で実績があったナスアとザリフェだった。ブラウンの馬であるクラベットが1921年のアメリカ公式機兵馬耐久機場で優勝した。ブラウンの馬は5年間で3度優勝し、 そうすることでトロフィーを持ち帰ったブラウンは交代馬エージェントでありアメリカ陸軍交代馬委員会に勤めアメリカ機兵隊に使われる馬の性能改良に関する興味がアラブ種馬を育成する動機になった可能性があるスペンサー・ボーデンは交代馬主としてのアラブ種馬に関する興味をブラウンと共有していたブラウンはアメリカ陸軍交代馬サービスに対してアラブ種馬の優れた 耐久性と持久力について証明しようと考え、耐久レースへのアラブ種馬の参加を積極的に奨励した。持ち馬の大半に、機上の訓練をさせた。多くは、耐久レースで使われ、少なくとも一頭は、ポロポニーだった。1918年、ブラウンは試験機場を行わせ、持ち馬のうち二頭に、バーリンからメイン州、ベッセルまで162マイルを移送させた。 この馬は、休憩を含めて31時間で走破し、悪い気象条件とぬかるみ道を、騎手と装備合わせて200ポンドを運んだ。その馬は、一頭が純血7歳の頻馬であるケイラ、であり、馬体重は900ポンドと、もう一頭はクレイなぎが速歩レース馬の系統を引く、スタンダードブレッド頻馬であるカールドによる半分、アラブ種のラステムベーだった。ラステムベの方がケイラより高と、 馬まが大きかった。どちらも起乗が終わった時点で獣医の検査を受け、続けて起乗しても健全で適応できると判断され、24時間後にも特に異常が見られなかった。3頭目の馬であるハーバート・ブラウンのクラベットは試験を監督した軍人が起乗し、17時間で95マイルを移動した。これらの試験結果はニューヨークタイムズで報告された。 1918年の試験に続いて、ブラウンは1919 19年に最初のアメリカ合衆国公式機兵馬耐久機場の組織化に貢献し、その持ち馬のヒーンはラムラが200ポンドを運んで優勝した。このレースは5日間で306マイルを移動するものだった。アメリカ合衆国交代馬サービスは1920年に、 馬が運ぶ重量を245ポンドに上げることを求め、5日間で1日平均約60マイル進むことを求めた。この年、アラブ種は1位にはならなかったが、どの種よりも高い平均点を獲得した。ラステムベーガニーに入った。1921年、傾向重量が225ポンドとなり、この年も5日間で300マイルを移動するレースとなり、ブラウンの戦場馬である。 クラベットが優勝し、ラステムベイは3位に入った。この年、ジョッキークラブがアメリカ陸軍に5万ドルを寄付して、最良のサラブレット種馬を買わせたが、アラブ種馬に勝てなかった。ブラウンは1923年にもゴーヤというアングロアラブ種で勝利し、アメリカ合衆国交代馬サービスカップを持ち帰った。ブラウンは交代馬サービスが所有するアラブ種馬を種馬として使い、 長い間には、自身の種ボバから32頭の子馬も産ませていた。種の改良のために後輩も提唱した。しかし、大きさを増すために純血種アラブ種馬を養育することは、その性能とタイプを犠牲にするという結論になった。ブラウンは1933年にブラウンカンパニーの経営を維持する資金を上げるために、持ち馬すべてを売却した。飼い主は、ケロック牧場。 ロジャーセル BE、ウィリアム・ランドルフ・ハーストの三シメオンスタッド、及び JM ・ディキンソン、将軍のトラベラー・ツレストスタッドであり、ディキンソンはブラウンが1932年にエジプトから輸入した馬の大半を取得した。ディキンソンは1939年にザリフェをコロラド州のウェインバン・ブリートに転売し、ブラウンが飼育した最後の種馬だった。アズカーは、 テキサス州の牧場に転売した。そこで、アズカーは、広い牧場の中の群れ車ボバとして気ままに生活する、はずだったが、ブラウンのアラブ種馬の眼検査では見本である。この馬は、ヘンリー・ボブソンによって、アラブの馬育成世界に戻されたとされている。ディキンソンは、牝馬のアジサを、アリス・ペインに売却し、ペインは後に、ラッフルズも所有した。ブラウンと妻のヒルドレス。 1954年ブラウンはニューハンプシャー州の森林の景観日を保存するのが重要だと考えた。1903年から1911年ホワイト山国立の森設立に貢献した。多くの公的活動を行った中で公的な乗馬道を保護するための初期法制化を推進した。ニューハンプシャー州がフランコニア峠とクローフォード峠を公有地として取得することにも貢献し、 ケベック州では河川の保護団体を設立した。アラブタネウマに関する学者としてブラウンは育種に関する膨大な書籍を収集し、国内でも最大級のものになった。その論文はアラブタネウマをナーキキンが保存している。今日、クラベット、メインズボロ、ケロックを意味する CMK という言葉は国内すなわちアメリカ育成のアラブタネウマの血統に対する印になっている。 1800年代終盤から1900年代初期に砂漠からあるいはクラベットパークスタッドからアメリカに輸入された馬の子孫であり、その後アメリカでファミリー協会、ハンティントン、ボーデン、ダベンポート、ブラウン、WKK ロック、ハースト、ディキンソンによって飼育されたことを意味している。ブラウンは以下の作品を表した。ありがとうございます。